皆さんこんばんは森谷ドラムスクールの森谷です、えー、今週も始まりましたよ森谷ドラムスクール YouTube 校全校集会ということですねはい、えー、ドラムの質問にお答えしております、えー、毎週毎週お答えしておるんですけども、えー、皆さんご機嫌いかがでしょうかはい、ありがとうございますお、すごい中ちゃんがもう今日はすでに、えー、コメントをくれてますねはい、後ほどちょっとねあの答えさせていただきますねはい、吉岡さんもこんばんは マーチーさんこんばんは、アリシャムワさんこんばんは、はい、えー、アリシャムワさんもこんばんは、はい、そんなことですね、えー、東京に出張に行ってました、えー、10月の30日、えー、からですね、えー、11月2日、まあ、昨日帰ってきたんですけども、えー、ね、えー、出張に行ってましてですね、まあ、イベントに来てくれた方、レッスンに来てくれた方、えー、どうもありがとうございました、本当に。 えね、30日はですね、えー、と秋葉原のベースオントップで、えー、ドラム練習パッド練習会みたいなのを、ねえー、行って、えー、まあ第1部、第2部と2部制分かれてたんですけど、まあ、各10名です、ねえー、来ていただいてですね、まあ、本当にこう楽しくうん練習をさせていただいたんですけどもはいおこささんこんばんはゆきぽんさんこんばんは。はいでで、えーね、その時にですね、えー、とちょっと撮影がありまして まあこれも多分言っていいのかどうかわからないですけど多分言っていいんじゃないかなもうなんか言ってくださいみたいなこと言ってたんでえそうなんですあのパールさんのねなんかちょっと案件でですねえちょっと動画を撮ったんですよはいなのでその練習会の様子をちょっとね僕の YouTube の方でおそらくえ出すことになるんじゃないかなと思ってるのでえもしよければねえ楽しみにしておいてくださいそしてまあ10月の31日からまあ10月の終わりからですねまあその翌日から 東京の方でね、マンツーマンレッスンをさせていただきました。ありがとうございます。のんこさん、ありがとうございました。<laughs> 来ていただいてですね、えー先週、先日の東京レッスンでは大変お世話になりました。こちらこそですね、またぜひこちらにいらっしゃいくださいね。またね、定期的にちょっとね、行かせていただきたいなと思ってるんですけども、はい白玉さん、こんばんは。ありがとうございます。さとみさん、こんばんは。はい ほんで、まあんつーマンレッスンをさせていただきながら、ですねなんと、あこまきくんの、ドラマーこまきくんのですね、杉蔵さん、清春さん、西岡夏子さん、サポートされております、ドラマーのこまきくんのツイキャスにですね、なんと生配信で出演させていただきましてですね、アーカイブが多分ね、残ってるんですよ、こまきくんのツイッターのツイッターじゃないか、X のアカウントからですね、探していただいたら、アーカイブ残してくれてるので、見逃した方はぜひね、ご覧いただけましたらと思いますね。はい、 えー、パールパールさんこれパールパールさんはこのほんほと本当のパールさんなのか <laughs> 私ねされたでます <laughs> はいパールパールさんは本物のパールさんなんですかね <laughs> はいドラサダーさんこんばんはありがとうございますはいすごいねあのいろんな人にも会えたし ね、あの仕事もというか、ね、レッスンも、まあ、本当に皆さん来ていただいて、えー、忙しくさせていただいて本当にありがとうございました、まあ、おかげさまで本当に、ね、充実した、えー、出張となりましてですね、まあ、昨日帰ってきまして、えー、今日も、ねまああのー、こうレッスンやったんですけども、まあ、幸せなことやなと思いますねこう東京に行っても生徒さんが来てくれたりとか、まあ、京都、大阪で、ね、生徒さんがいてくれたりとか、えー、なんてこう幸せなドラム講師なんだと思いつつ、えー、やってたんですよ。はいすいませんちょっと あの中ちゃんさんの質問を、えー、わ忘れてるわけじゃないですよ。はい。ひろゆきさん、こんばんは。ありがとうございました。アシャスタジオに行って再現練習していきます。結構、しかもね、皆さん、あれなんですよあの、ビフォーアフターをね載せていただいて、えー、大変喜んでいただいたようで、<laughs> ありがとうございました。<laughs> ね、僕がね、あ,のー、あげとけよみたいな言ったわけでもないんですけどね、皆さん、こう自発的にあげていただいて、本当にね、<laughs> ありがとうございます。<laughs> ということで、えー、とちょっとね、中ちゃんさんの質問に答えていこうかな。えー、っと、 うんはいそんなことですねえっ、ー、と16ビートでハイハットからスネアに落とす右手がぎこちなくなってしまって流れが悪いので、えー、右手の運び方を教えてくださいよろしくお願いします音割れてないですかね大丈夫ですかなんかあのやりにくい聞きにくいことがありましたらで,ですねえ何、ー、かおっしゃっていただいたらと思いますねはいえっ、ー、と、まあ、16ビートのこのは、えー、とハイハットとスネアのこの流れ に関してなんですけどこれね結構なんでしょう早跡を狙ってる時って、まあ、こう手の甲が上になってでそのままこう肘を後ろに引くように、まあ、スネアで狙うっていうようなことを、まあこうね、やってしまったりとかするというか、まあ、そういうようなこう流れになるんですけどそうなると結構ね右手がこう前後にこう動いたりとかあとなんかこう,こういう走る時のこの型がこう前後に動くみたいな動作で叩いて。 しまったりすると、まあ、なんかうまく狙えなかったりとか、ハイハットの下にスティック入って落とすみたいなことになったりするので、なんかね、あのハイハットを狙ってるときは、この手の甲を上にしといて、で、スネアを叩くときに、この親指を上に向けて、この裏剣するみたいな、こうカガチャみたいな動作でいくと、なんか手自体はそんなにこの動きを変えずにスネアを狙ったりとか、こうできるので、でこのまま後ろに引くと。 手自体が結構ねあの前後に動くというかなのでこのスネアに行くときにちょっと鍵上げてこの狙えるとまあこの手のこう回転運動も相まってまあ割とこのスネアも大きな音が鳴ったりするしでこうまたスネアに戻るっていうのも割とこうコンパクトにいけたりするのでなんかそんな動作を試してみてもらってもえいいのかもしれないですね、う。ん はいーねちょっとね東京でまあそれこそ喋りすぎたりえー、お酒を飲みすぎたりしてるので <laughs> ちゃんと声がねやられてしまってるんですよはい調子に乗ってねはいさらさちゃんこんばんはありがとうございますこの前はコメント送れなくてごめんなさいちゃんと見てましたありがとうございます楽しみにしてますありがとうございますえっ、ー、とねそうなんですよなんかこの場を借りて言うんですけどもあのー、ね姫路公のね発表会がねあのー、なんと こう決ままっております実はなのでこう今月にはあの姫路校だけじゃなくあのねちょっと発表会の日時が決まったんですよ。なのであのこの場を借りて皆さんにお知らせをさせていただこうと思っているのでえね生徒の皆さんはねぜひ楽しみにしてください。僕の生徒さんだけじゃなく、真奈井先生、匠先生の生徒さんも楽しみにしておいていただけるとと思いますね。<laughs> さんこんばんこばはーはいんー パールパールさん、高速でツインペダルを踏むとき、踏み始めがボースのようになってしまいます。同時になるみたいなことですよね。何か改善する方法はないでしょうかえっと、なんでしょうね。えっと、まあ、始めがやっぱこう、どうしても、こう、ぴょんって同時に足が上がるような感じになると、まあ、同時に狙ってしまったりとか、あとなんかまあ、踏んでたら交互になっちゃうみたいなことがあるんですけど、まあ、なんかこう、なんやろ、目視的に。 一番有効的なのはやっぱこのビーターの動きを見てもらうっていうことが大事になってくるんじゃないかなと思います。これ上のカメラでなんとなくわかるかなこのビーターがあるんですけどその交互になった時ってやっぱこのビーターのシルエットがこう互い違いに動くみたいなことになるので。でまあ こう踏んでてどんどん同時になっていく時ってこのまあこれ手の連打とかもそうなんですけど手の連打とかもこのや,ろうこうやっててどんどんこう手が一緒になったりとか疲れてしまう時ってその右手と左手に対して右手に対して左手のスティックがこのやろうちょっと低くなってるみたいなこれでなんか同時になるみたいな感じなんでなんか右手と同じぐらいの,そのポイントにスティックの高さを合わせるとまあ手の連打も。 こうなんかうまくこう均等に行くみたいなところなんでで、この時ってその右手に左手を合わせるんじゃなくて、左手に右手を合わせるような感じでいけれたらいいので。なので、まあこう左手のまあちょっとなかなかこうなんやろ。幅がつけにくいところにまあ右手をちょっとこう。ふりファーバーをこう押さえてあげてというか。あのあれですよ。あの5点くすが。 ゴテンとトランクスがこのフュージョンするときにねこう同じぐらいのキーじゃないとこうフュージョンできないんですけどゴテンよりもトランクスの方がキーが大きいのでゴテンに合わせてやれ言うて悟空が言ってフュージョンできるような感じですね、はい、<laughs> だからこう、ね、あのトランクスのゴテンですよねこれはねで足もこの、まあ、左手左足の振り幅が、まあ、ちょっとややこう。 まあ小さくなったりとか動かしにくくなったりするのでこの左足の振り幅に合わせてえこの右足の振り幅をこうやったりすると割と均等にこの踏みやすくなったりするのでなので,まあで足の置く位置もちょっとね後ろの方に置いてでビーターをまできるだけこう互い違いに動かしてまビーターの,この上からのシルエットを見ながら。 ビータータの振り幅を見ながらやると、まあ、割とこのドドドドドドっていうこの連打ができるようになってくるんじゃないかなと思うのでなんかそんなところ試してみてもらうといいかもしれないですね <laughs> はいーうーんはいおおありがとうございますドラマーさん初見ですえー、11月23日のイベントのチケットを購入しましたありがとうございますそうなんですよえっ、ー、とねここに何を隠そうここにですね、えー、なんこのフライヤーを置いてるんですけども、えー、僕のね今 次の,、ね、この出没予定がです、ね、この11月23日、えー、ド,ラマごめんドラムスグルーブ3という、ねえー、アウト・オブ・ロージングさんの,あの企画で,です、ねえー、大阪の新今宮のライブハウスで、えー、やるんですけども、まあ、それに、ね、ゲストで呼んでいただいています。はい、でまあこれはです、ね、あの一応僕あのパラディドルというあの練習パターン。 パラディドルを一応まあその何やろう題材にしてまあこう皆さんで一緒に練習するということでまあ一応テキストも作って僕のコーナーではえーやらせてもらおうと思ってましてで一応、おっしゃる通りこう初心者の方とか上級者の方とかこうまあいろんな方がいらっしゃるのでなのであの割とこう初心者の方でもちゃんとついていけるようにまあ基本的にはすごくゆっくりやりつつで上級者の方にはあのまあ口でカウントしてもらったりとかまあ足でこうリズムをとってもらったりとか。 まあドラムってなんか他の要素が加われば加わるほどどんどんん気を使うところが多くなって難易度が高くなってくるんですけどなんか上級者の人にはまあよりアクセントを意識してもらったりとか,なんかそんな感じでえやっていこうと思うのでえ初心者の方でもえね本当にあの恐れずというかあの楽しんでいただけるように作っていこうと思うのではい楽しみにしてい,ていただけると思います。僕以外で僕以外でもですねえとアウトルブルージングさんの でツインドラムがこう素敵やったりとか、ですね、えー、デニスさんのこうドラミングが素敵やったりとか、金子夏希さん、直美さん、ケ、えー、ゴイさん、ユ、えータさんのね、えー、パフォーマンスが素敵やったりするので、えー、ぜひともこれね、ね概要欄にねあの一応チケット購入ページみたいなのをあの用意しているので、えー、興味がある方はね覗いていただけますと思います。はははいい今日はこれを貼っておきますここに、はい ゆきぽんさん質問です。今バンドでえ銀河鉄道39を練習しています。イントロのバスドラを踏んでいるときに手の数が入ったら足が止まってしまいます。何かアドバイスがあればお願いします。えっとちょっとね曲がね流せないんですけどもそのバスドラを踏んでいるときに手が入ったえ入り入ったときにまあこの手がつられてしまう問題まあ足がつられてしまう問題みたいなのはまあ基本的には <laughs> あの基本練習で。 あの解決してもらうのが、えー、理想的なんじゃないかなと思います。で、まあどんなに基本練習を、えー、すればいいのかなっていうところなんですけども、えーと音を抜くバージョンとえーとアクセントバージョンをうんとまあ、それぞれこう練習をしてもらって でえー、それに対してこのバスラがどのように入ってるのかなっていうのを、まあ、理解してもらいながらやってもらえるのがいいんじゃないかなと思うんですけど、えーとまあ、そのタイミングっていうのがこの16分音符4連打、えー、たこ焼きたこ焼きの、まあ、1発目の音が抜けてったりとか、えー、2個目の音が抜けてたりとか、えー、3個目4個目の音が抜けてるっていう何かそういうタイミングの 練習と、まあ、これが一発目の音が抜けたやつ、二個目、えー、三個目、四個目。うたたた、うたたた、たんたた、たんたた、たたんたた、たたんたたたんたたたかたんたかたみたいな、なんかそんな感じのやつで。で、これはアクセントですね。えー、たこ焼き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 。で、こういうような、そのアクセント練習とか、タイミングの練習を、えー、バスドラを入れながら、えー、あらかじめちょっとできるようにしておくみたいな。で、まあ、一発目とかはね、結構やりやすかったりするんですけどね、例えば、この、えー、この上のタイミング編とかやったら。 この梅干し、梅干し。でまあ、アクセント編やったら、まあこう一発目とか。二発目。三。 それれぞアクセントをやるみたいなで、これがそれぞれいけたなと思ったらこれね、合体するっていうのはね僕のレッスンでもよくやるんですね。例えば「うたたた」との合体とか「たたたた」との合体みたいな。なので「うたたた」との合体とかやったら「うたたた」と「たんたた」が合体してるみたいな。「うたたた」と「たたんた」「梅干し」と「コロッケ」が合体してるみたいな。「梅干しコロッケ」「梅干しコロッケ」。 梅干しカツ丼、えー、が合体したりしながらまあバスラキープできたりとかアクセント編もそうですね1発目と2発目この1一発目と3発目1発目と4発目、えー それぞれの,このアクセントとかタイミングとかの練習を、まある程度それぞれいけたら、まあ、他のパターンと合体させてでそれでまあいろんなこのあらゆる、えー、パターンに想定して、えー、足が入れれるようにしておくと、まあ、とっさの,、ね、このイントロで、まあ、バスラ刻みながら何か入らないといけない。 みたいなこうフレーズとかでもまあ対応できるようになってくるんじゃないかなと思うので、まあ、ぜひともちょっと基本練習でえ上半身と下半身をこう分離するみたいな、えー、そんな練習をしてもらうといいかもしれないですねはいん,ーんーはいえー、連続ですいません、えー、23日のイベントで必要なものがありますか、えー、スティックとかできればねあの練習パッドをね持ってきてもらう 方がいいんじゃないかなと思うんですけど、えー、そのいるものってあれに書いてなかったっけ確か書いてないかもしれない一 <laughs> 応ね練習パッドとスティックをできれば、えー、持ってきていただいたらですね、えー、その、まあ、テキストをお渡しさせていくので、まあ、みんなでこう練習みたいなことが、えー、できたらいいんじゃないかなと思ってますはい、えー、ちょっとまたあとでちょっと僕の方からいるものを、えー、このイベントあのこれいりますみたいないるものをちょっとあのちゃんと X なり、えー、インスタでちょっと配信をしますね。 はい、おこそさん質問です、フィルでたか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 って16ブレンダは、えー、譜面にアクセントがなければ、えー、右手はダウンアップしない方がいいんでしょうか。そうですね、えーとまあ、これもね、本当に譜面によってまちまちというかあの丁寧にそのアクセントマークまで書いてある場合もあれば、まあ、全部その、なんでしょうね,、あのー、こうね、ノンアクセントでこう表記されてるけど曲聴いてみたらこう頭にこうダウンアップで。こう。<music> こううアクセントしてある場合が多いといとか、でまああのなんやろ結構あのなんやろ細かくアクセントが分かれている場合例えばなんかこう例えー、ててばみたいにまあ細かくアクセントが分かれている場合はまあ表記されていることが多いんじゃないかなと思うんですけどなんかあの「だケ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 みたいになんかあのなんやろうこうアクセントが頭にこうついてるやつ。 みたいなのはまあそこまで丁寧に書いてない場合があるのでなのでまあ一応こう16分音符の表記見て例えばまあ今みたいな疑問このこのタカタカってこう右手アップダウンせんでええんかって思った時にちょっと曲を聴いてあこの時にあこれアップダウンした方がね、うん、ニュアンスに近づけるなと思ったらまあ入れるぐらいの感じで思っといてもらったらいいと思うので,で結構ねドラムにおいてのその譜面 っていうのは、あの譜面の正しさよりもその効いた音の正しさをなん、えー、やろ。こうで判断してもらった方がいいんじゃないかなと思います。譜面にはこう書かれてるけど、聞いたら多分これこういうことになってると思うけどな、なみたいなところを、えー、やった方が多分ニュアンスに近づけれると思うんですね。っていうのもやっぱりそのね。音楽ってまあ、ガクってこうね。こう音楽をこうね。こう目で見れるようにこうやったものなので。なので、基本的にはもうその効いたものを再現するというイメージでいける。 たらいいと思うのでなのでまあアップダウン必要そうなと思ったらもう使っちゃうぐらいの感じで、えー、いいんじゃないかなと思いますけどねはいはいーはいパルスパルスさんやってみてくださいはいかんさん、えー、僕は低身長でツインメダルをセッティングした時、えー、左足のフットボードが右足のフットボードより、えー、手前になります、えー、フットボードが左右平行にならないのですこれは良くないでしょうか えっとね、僕もあの、えー、身長 160cm で、まあ、低身長の、えー、おじさんなんですけども、えー、僕も、ね、あのそんなに平行じゃないですよ僕もけ左足の方はちょっと手前に来てるというか今平行に並んでるようにこのアングルでは見えるんですけどちょっと手前に来てたりするのでなのでまあ体に無理のないセッティングであれば、えー、大丈夫じゃないかなと思ったりするんですけどね えと右足だけ例えばえとだろう右足はこの膝からかかとが前に出てるのにこの左足は膝からえ膝の中に入ってるみたいな,なんかこの両,こ両足がちぐはぐになってる場合はまあ統一できてる方がいいんじゃないかなと思うんですけどね。例えばまあ今僕何でしょう セッティング的にこの膝からこうかかとの感じがまあ大体同じぐらいなんですけどまあこれが左足だけこう中に入るぐらいのこう手前感みたいなのはまあ,ある程度統一できといた方がいいんじゃないかなと思いますでまあツインペダルをでもねそこまでメインで踏まなければなんかハイハットの邪魔にならないところに置けれた方がいいんじゃないかなと思うんですけどねなんか均等にずっとこの16分踏み続けるみたいな時であればまあ両足同じぐらいのこうポジションにできといた方がいいんじゃないかなと思うんですけどまあたまにこのコンビネーションするぐらいの。 みたいなぐらいやったらまあこうハイハットを優先してみたいな感じでまあセッティングしたりはしますけどね僕はねはいえーはいワンコさんバスドラの叩く音の音量は曲によって変えた方がいいのでしょうか J-pop であればバスドラは大きめの方がいいでしょうかこれは本当にもうおっしゃる通り曲のニュアンスによって変えてもらった方がいいと思いますあんまりなんやろバスドラここ主張しすぎない方がいい8ビートももちろんあるやろうし まあ逆にねこの「バスドラもっと行こうよ」っていう曲もまあもちろんあるでしょうからなのでまあ,あの本当に曲のニュアンスによって変えていただけたらいいんじゃないかなと思うんですけどまあねどちらにしてもこのしっかり鳴らせるようにしておくっていうのはあのいいんじゃないかなと思うのでまあ個人練習とかでこう,ねこう大きな音で鳴らせるようには一応しといてこの。必要に応じてまあそんなにこのまあ音量出さないみたいな。 ところでまあ使い分けれるように、ね、しておくっていうのはいいかもしれないですね。はい、うん、ドラマーさん、はい、質問です。私はツインペダルを使ったことないですが、えー、ツインペダルのメリット、デメリットを教えていただきたいです。まあ、ツインペダルのメリットとしてはね、この左足でこうバスドラムを踏むことを可能にしたという、まあ、非常に何でしょう、画期的な、こうね、あのー、 アイテムというか普通何でしょうこの右足と左足でこうバスドラムを踏もうと思ったらまあ言うたら2バスのセッティングが必要なわけだね。<laughs> バスドラムが2つこう必要で,でまあそれぞれにこうペダルがついて。 で両足でこのねあのバスドラを演奏するっていうことがまあ必要やったんですけど、まあ、それってねこのもちろん機材のコストもかかるしこうライブするのにバスドラ1個分増えるので、まあ、すごいこう運搬が大変っていうところで、まあ、片こう1個のバスドラムで、ね、あのどこどこを可能にしたっていう、ね、画期的なあのアイテムになると思うので、まあ、こう両足で使えるっていうのが非常にあのメリットなんじゃないかなと思いますで、まああのー、何でしょうね まあ、例えばそのめっちゃ速い2ビートとかドンタンドコタンドンタンドコタンみたいなめっちゃ速い2ビートの時とかに、まあ、片足であんまりこの追いつかない時この片足で追いつかないような時に、まあ、この左足で五分でみたいなこうように、まあ、こう使って速いこう2ビートをやったりとかあとまあ手足をねこのえコンビネーションさせてというか。 なんかこう手足を混ぜてまあ派手なフレーズをこうね可能にしたりとかっていうまあなんかメリットはたくさんあると思います。なんか基本的になんでしょう、普段使わへんけどあのツインペダルはまあとりあえずセッティングしとくみたいなドラマーさんもまあ多いんじゃないかなと思うのでまあ僕も結構そういう感じですね。なんかまあ,あんまりこう使わへんけどねもしかしたら使うかもしれんからまあツインペダル置いとこうみたいな感じでセッティングしたりはましたりするのではいなのでまああのねもし興味があるならぜひ始めていただきたいなと思いますね。 はい、うんうんえー、っとおおみかさんありがとうございますセミナー試しましょうあルダーさん <laughs> これ出るので、えー、皆さんあの概要欄にね、えー、これの詳細がねそうスティックと練習パッドをね持ってきていただけたらあの、譜面台とかももしあれば、えー、持ってきていただけますと幸いですねはいうん練習パッドのねスタ,スタンド付きのやつがいいんじゃないかなと思うんですけどね なんか椅子とかあれば椅子の上に、ね、置いたりとかできているといいかなと思っていんですけど、うん、はい、えー、よしよしさんですかね。はい、質問です。ハイハットと、えー、スネアを叩くときにハイハットの音量をされて、えー、スネアの音量を上げようとしたときに、うんス,ネアがえー、スネアが絡まってしまうのですが、えー、何かアドバイスはありますかう,ーんうんと そうですね、えー、ハイハットスネアをたくときに、ハイハットの音量を抑えてスネア音量を上げようとしたときに、まあ、この、えっ、ー、と、あそういうことですね。だから、このハイハットの音量を抑えようとして、なんでしょう、こうスティックの高さはこう低くなるんやけども、こう、 スネアの音量を上げたいのでスティックを上げるときにこうぶつかってしまったりとか、こうしてねこう扱いにくいみたいなところになってしまったりするんじゃないかなと思うんですけどなんかこの時はもうほんまにシンプルにま僕、本当にあのあの完全にそういうフォームでやってるんですけどあの体ちょっと正面に向いてえハイタム側に向いてでこの手をちょっとね体に近づけるような感じでこのやろフォームをちょっとねこう右手のフォームをちょっとこう体に寄せる感じでやってますね。ちょっとこれ一瞬消します でこう右手を体に寄せてで左手とこうスティックが右手のスティックが干渉しないようにこの感じでこうやったりとかしますかねえとなんかこ,うこういうフォームかななのでこの右手の下に左手がこうあるぐらいの感じでやるとまあ干渉せずにしっかりとこのスネアの音量も出せるし。 左手のこの、こじゃあ右手のこのスティックの高さもまあ、ちっちゃいままでなんか、このフォームでやってる人ね、結構多いです。あの、僕の大好きなあのドラマーでふゆさんっていう方がいるんですけどその方もね、結構こういう右手を体にくっつけてで、左手をこう上げて音量を稼いだりとかこうしてたり,したりとかもするしで、あの、結構ねあの、何やろう タンク的なというか速い2ビートを叩いたりするときはあえて僕右手を外側に持っていって左手のスネアが右手とこうまあ干渉しないようにするというかまあほんまにこういうポジションでこうみたいにこの存分に左手をこう上げれるようにしたりとかっていうフォームもやったりとかもするのでなのでまあ単純にちょっと右手の位置を思い切り変えるっていうのはありなんじゃないかなと思うんですけどもね。はい んはいミカさんえっ、ー、質問です。重複している質問だったらすいませんメトロノームではしっかりと合わせれるので、えー、曲になるとずれてしまうのですけどどうしたらよいですかもしかしてメトロノームに合わせるときは例えばこの「ワン・ツー・スリー・フォー」っていう、あのーね、カウントが、まあ、すごいこうイメージできてるんじゃないかなと思うんですけどえっ、ー、と例えば「えー、1234、まあ、ピッパッパッパ」っていうなんかこういう,、えーね、こうフレーズがあったとしたら。 なんかまあそれぞれの,このまあカウントがしっかりとイメージして8ビートなりこう叩けれるんじゃないかなと思うんですけどその曲ってそのカウントが目印ではなくそのこの中にまあたくさんの音符,が音符とかメロディーがこう入っているので,なのでまあメトロナームに合わせるときのような目印っていうのはねやっぱこうなかったりするんじゃないかなと思います。非常におすすめなのが あのまあ、もちろんこの曲に合わせて、えーとまあ、ドラムを叩いて合わせるときって、まあ、おそらくこのボーカルのメロディー、まあ、歌を聴いたりとか、まあ、イントロとかであれば、まあ、キーボードとかシンセの音とか、ね、こうギターのとか、まあ、いろいろ入ってるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、歌の本編が始まったらやっぱどうしてもこうボーカルに意識してというかボーカルの方をこう聞くんですけど他のパートに目を向けていくっていうのは非常に大事かなと思います。まあ、特にススネアとバスドラこの 歌ーーとかのスネアのこのバスラの関係これこの曲によってドンタンドドターンになったりとかドンタドンドタンになったりとかはたまたこうズンズンタンつカツカツンタンになったりとかなんかそういうようなこのドラムのフレーズの変化っていうのはそのギターとかベースとかの他の弦楽器とか他のパートの兼ね合いでえ増えてることがこうほとんどなんですねなのでそのまあ例えばそのベース弾いてみたギター弾いてみたえピアノ弾いてみたみたいなこう目的の音の ドラム以外のやつドラムはまあフレーズでも分かってるのでドラム以外のやつですねでその他のパートのフレーズに対して自分のドラムがどういう風に入るのかあこれはだからこれはドンタドンドタなんやだからこれはズンズンタンツカツカツンタンなんやっていうのを発見できるとその合わせるべきところが見えてくるのでなのであの他のパートにしっかりと耳を傾ける他のパートがどういうことをやってるのかを知るっていうことが、まあ、このメトロノーム から抜けて、まあ、曲にしっかりとこうアンサンブルの中で合わせていくっていうことが、まあ、非常に重要やですし、まあ、音源に合わせるときもそんな意識でやってで、まあ、いざみんなでこうアンサンブルするってなったときも、まあ、それでその感覚でいくと、まあ、非常に他のパートにもあよく聴いてくれてるねみたいないいドラムたくねみたいな <laughs> ことを言っていただけるんじゃないかなと思うのでなので、まあ、他のパートを知ることっていうのは、まあ、非常に、えー、大事なんじゃないかなと思いますでこう、まあ、だからこのフレーズはこういう意味があるんやなみたいなところをあの発見できたらいいんじゃないかなと思うんですけどねはいー んーガバ b さん、速い連打はひたすら基礎練習を続けたらできるようになりますか速い連打はあのーまあ、弾,み弾んでるものを組み合わせてるっていう感じなんでなのでこの、まあ、右手のまず弾みが安定してできてるかどうかそして左手の弾みが安定してできるかどうか。 これを同時に叩いたとしても、えー、同じタイミングでいけるかどうか、まあ、これねスネアよりかはねパッと使ってもらった方がいいですねこのスネアは同時に叩くとそのカ,マカマがこう波打つのでこう同時に叩けなくなるのでこれ急にね音めっちゃちっちゃくなるかなそうで同時に叩いて同じように弾ませれるかどうかでそのこの同時にやったやつを、まあ、このタイミングずらして交互に。 てていいいくっていうのがまあ早い連打になるのでなのでこのスティックが画面に弾ませてる感覚っていうのをまあしっかりと感じながら練習を続けてもらうとあの連打ができるようになってくるんじゃないかなと思います。でこの右手と左手まあそれぞれこう弾ませれるけどでまあ同時になってもまあそれなりに動くなみたいな。ほんでまあ交互になるとまあ動きにくくなるなーみたいなところはた叩きながらこの左手がね交互になると力が入るみたいな。 まことがこの起こりがちやったりするのでなのでまあ右手弾ませといて左手を入れる練習とかこう右手の弾みそのままキープしといて左手を差し込むみたいな左手をキープしといてい この右手を入れる練習とかっていうなんかさまざまなアプローチでこう連打をこなしていってもらったらいいんじゃないかなと思うのでまあなんせこのスティックを画面に弾ませるえ右手左手それぞれその弾ませるそしてそれをまあ合体させてまあ交互に動かすっていうえところがまあ連打なのでなのでまあそのひたすら練習するにしてもあ弾んでるな今日みたいなところを感じてもらいながらやるとまあ連打がこうまくなっていくんじゃないかなと思うのでえそんな感じで取り組んでみていただけたらと思いますね。 はい、ドリアンスさん質問です、すスネアのミュートはどんなことをしていますかリン,ドリングミュートなどを考えていますが、何かいいミュート方法があれば教えてください。えー、非常におすすめというか、僕がすごい愛用してるんですけどもね、あのこれなんですよ。これ、スネアウェイトっていうね、これちょっと短いやつなんですけど、この革,革製品になってるのかななんか革っぽい感じになってて、でこのスネアのこの、まあ、フープのところにこう挟めるんですねで。フープのところに挟めて、で程よくこのこうパタってこうミュートができるんですよ。そう でこれをマグネットになっててで上にするとこの外れてミュート解除されるみたいなだからやかましい曲ではこれちょっと外しといてこのやっといて次しっとりする曲やなと思ったらこれパタッてやってこのみたいにやるみたいなのはこれ非常にめっちゃいいですこれねちょっと高いんですけどあのこのスネアウェイトっていうやつですかねそうほん,でなんかの ここにもねちょっとわかりませんですけどマグネットがついててでこれねここにこうピッてつけれたりするんですよだからこのミュート具合をこのこう折りたたむことによってちょっと変えれるみたいなほんまに程よくミュートさせたいなっていうことはこのマグネットをベタンってさしてまあこの設置の面積をこう狭くするでちょっとミュートを増やしたいなっていう時はこうベターっとつけてそうやってやるっていうのでまあこれはあの非常にいいおすすめですね はいでまあ、あのもし、ねそいもねそ、そんなにアイテムがない場合どっか行ってもうたちょっと待ってくださいね、どっか行ったそんなにアイテムがないなっていう場合は、まあ、こういう余剰テープとかで、えー、取り急ぎペタンとつけてみたいな、えー、ことはやったりするんですけどね例えばよ、まあ、このスネアウェイトを外してですね、まあ、こういう状態。 っていうのを、まあ、ほんまに軽くベランってやって、まあ、ちょっと軽くこのフープにこのーーこうふわっとかぶせるような感じにするだけでも、まあ、ミュート効果があるのでこう外すとこうねこう外すとこう。 でまあこの養生テープを、ね、スティックバッグに忍ばせといて、えー、それでこうパッと貼れるようにするっていうのもまあ,ありやし、まあ、このスネアウェイドをこの忍ばせといて、えー、ペタッと貼るというねこうスネアウェイドは、ね、あのリハーサルスタジオに忘れてしまう可能性があるので、えー、マイスネアにつけっぱなしでいった方がいいんじゃないかなと思うんですけどもねはいー。うーん マーチさん、えー、最近モチベーションが低くて、えー、自主練サボりがちだったんですけども、えー、そんな私を見かけて、えー、メンバーが森谷先生のフレーズレシピの本をプレゼントしてくれました。<laughs> おーおー <laughs> なんていう優しいメンバー。ありがとうございます。えー、持っていなかったんかいっつってごまかしてください。初心に戻って一から練習します。ありがとうございます。まあ、その本もモチベーション下がってなんか何練習したか分からへんなと思ったらあの、質問くれたら、えーね、練習メニューを <laughs> 教えさせていただきますね。はい。う はい、テイさん、えー、どれだけやってもスネアでアクセント移動が上手くなりませんおすすめの練習コツなどを教えていただきたいですえっとねめっちゃゆっくりでやってもらいたいなと思うんですけどあのもしかしたらこう割となやろ勢いでやっちゃうみたいなところは、まあ、あるんじゃないかなと思いますこ, <music> このアクセントがうまくいかない原因っていうのは、まあ、いくつかあってまずあの1個目がこの なんこうアクセントするときにまあ適切にこの画面のすぐそばでこう止めれていない問題こう叩いたときにスティックが上にひゅって跳ねちゃってこの何やろうで次叩くやつが音量上がっちゃうみたいなことがあるのでまずはこのスティック止めてでその位置のまままたこう上げるとかその位置のまま叩くっていうなんか片手だけで4連打の,このまあダウンストロークとかフルストロークとか,なんかこの4つの基本ストロークをえーまずはこうやってみてもらったりとか。 片手だけでこういうなんかある程度ちっちゃい音が出せるなってなった時にまあ左手でもこう出せるようにしてであと1個はこうアクセントした時に逆の手が割とことつられて上がっちゃうみたいなこう連打って結構こう互い違いに右手が動くのでアクセントした時にこうつい逆の手をこう次の動きに備えて上がっちゃったりするんですけどこう上がると次こうアクセントになるみたいな。 なので、まあ、これをしこうアクセントしてもかか片方の手を上げないみたいなみたいなところで、まあ、意識してもらうのがいいんじゃないかなと思うんですけどまずはでもその、まあ、アクセント移動が上手にならへんっていうことは多分、ね、音量がやっぱどうしてもどんどん大きくなってしまうからやと思うのでまずはこのタップストロークちっちゃい音を出す練習っていうのを、えー、していただけるといいと思いますでバスラとか入れながらタップストロークをするみたいな。 この時にスティックの高さをほ本当にもう3センチぐらいのところでこう叩くっていうでこれをキープしたままアクセントをするっていうみたいになんかねアクセントの方がその標準ではなくてこのノンアクセントの方が標準にしといてでそれに対してこうアクセントを入れるみたいな。 前にこのスティックの高さをまあできるだけ気をつけてもらいながらやってもらうといいんじゃないかなと思うのでで、で,できるだけこう。正面に鏡みたいなのを置いてまあ、スティックの高さえー、こう意識しながらで、えー、客観的にこう録画しながら聞いてあ大きくなってんな。やっぱりみたいなことを確認しながら、えー、それでまあちょっとずつこう。改善していくのがいいんじゃないかなと思うんですけどね。はい、三、えー、たさこんばんは。はい。えー、なおこのお疲れ様。 ありがとうございましたこちらこそ、はい、あのスタッフで手伝っていただいて本当にありがとうございました、ね、次はちょっと終わった後に飲みに行けたらいいんじゃないかなと思うんですけど、えー、この前はちょっとね非常にあのタイトなスケジュールやったので <laughs> ちょっとあれなんですけどねはい、またゆっくり飲みに行きましょうぜひ、うん、はいまるまりさんまりまりさんこんばんはまりまるさんかこんばんはまりまーかな お天気ソルジャーさんこんばんはありがとうございましたね本当にあのー、ねこう練習会そして、えー、マンツーマレッスン来ていただいてありがとうございました池、ね、袋を散策してみますはい親や狩りに会わないようにちょっとね気をつけていきながらものすごいガールズバーにね,、あのー、ね誘われますねある夜歩いてたらねこう高野のババもね高野のババっていうところに僕泊まってて池袋行ったりとかなんかいろいろしてたんですけどものすごいガールズバーにね、えー、誘われましたねはい行かなかったですけどねもちろん <laughs> <laughs> はい、あははさん、えー、こんばんは。東京のレッスン、えー、練習会、楽しかったです。ありがとうございます。こちらこそ、えー、一人では、えー、孤独なんですが、みんなで練習すると、あっという間に時間が経ちますね。自主練も頑張ります。せっかく揉めで斬新です。ありがとうございました。<laughs> 本当にね、あの九、ー、十分間、基礎練習をやるだけっていうね。えーまあ、地獄のような基礎、ね、練習会なんですけども <laughs>、本当にね、あっという間というかね。えー、普段、このアクセント練習とか。 そそれこそね、あのー、割とこう1人で練習してても、まあ、合ってるのかどうかも分からんしなんか、ね、こうテンションも上がらんし、まあ、30分やろうと思っても、まあ、なかなかこうモチベーションもテンションも上がらんしなんすけど、まあ、みんなで練習すると、まあ、人の動きも見ながら、まああのね、こう模範の動きも見ながら。 できたりするので、まあ、非常にこのみんなでやる練習会というのはめっちゃ効果的やなと思いますね。はい、また東京で、えー、開催できたらいいなと思うんですけども、関西でもね。また開催できたらいいなと思いますね。はい、またあの全国どこでもちょっとはい、開催できるようにします。はい、常平さん、こんばんは。セッティングで悩んでいます、えー、上から見せていただきたいです、えー、こんな感じですね。僕のあのセッティングのですね。ででーん。ちょっと明るくしますね。眩しいなんかこんな感じになってます。まあ一応なんなんでしょう。 目がが飛び出そうですわ眩しくてて <laughs>、まあ、クラッシュがあって、まあ、僕はこのハイタムが10インチなのでまあ普通のというかね一般的なこの音楽スタジオって、まあ、ハイタム12インチ、えー、ロータム13インチなんですけど、まあ、僕の場合101216で今置いてあるので、まあ、これがちょっとちっちゃいっていう感じですかね。<music> で、一応なんかね。まあ、セッティングはまあこんな感じというか <laughs> 感じなんですけど、えっとハイハットがですね。えー、っと。まあだいたいこう。スネアのこう。20センチぐらいのところにこうキープできたらいいんじゃないかなと思ってて。であまりこう。スネアも、えー、スネアとハイハットがこう。お互いにこう被りすぎないように、えー、ちょうどこのなんやろこう。 面になっていいるととうかね、えー、ところでセスティックの長さが、まあ、だいたい四4 0ンチなんですよどのスティックも、まあ、あの3 9 0ミリとか4 1 0ミリとか、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、だい大四4 0ンチ前後なので、まあ、スティックのちょうど半分ぐらいのところにハイハットを、まあ、このスネアの高さこう合わせてもらうと、まあ、一応それが標準になるかなと思うので,で、まあ、それよりこう、まあ、やり方が高くするとか低くするとかっていうところで、えー、セッティングしてもらうといいかなと思いますね。 はいえー、はいあごめんなさい消してたはいえミ、ー、タさんドラマ好きなんですがドラムの責任が重すぎて辛い時があります先生はどういう心構えでドラム叩いてますか、えー、全体にずれないって自信がつくまで、えー、バンドはしない方がいいですかねこれはえっ、ー、とね失敗しても大したことにならないと思ってもらうのが <laughs> 一番ですかねまあ確かにねこうドラムの責任って結構重くて、まあ、ドラムが止まってしまうと、まあ、曲が止まってしまうみたいなねドラムが間違えると ねあのーまあ、本当にこう終わってしまったりはするので、まあ、本当に責任重大みたいなで責任重大の割にはこう写真にあんまり写らないんだよねこう写真撮られたらシンバルとかぶって顔写ってないとかボーカルにかぶって写ってないとかねなんかドラムって本当に縁の下の力持ちや <laughs> と思うんですけども、えっとね、バンドはあのーなんかね、絶対にずれないっていう自信っていうのはあのやっていくことについたりとかするんですよ。であの全くずれないでドラムを叩 叩ける人っていうのは、まあ、ほぼほぼいないと思うしドラマ初めて初めてステージに立ってでずっとそのずれないとか間違えないとかあのスティック落としたことないとか曲の構成間違えたことなくてそのままずっと成功してる人って多分いないと思うんですねもう大失敗を犯してああもうあんなこともう次からは絶対やらんとこうっていうのをまあ積み重なって、まあ、自信がついていたりとかもまあするっちゃするのでなのでまああの 失敗はね、結構ね、起こるものへと思っておいてもらった方がいいんじゃないかなと思います。で、まあ、それを、えーまあなく、できるだけなくすように、まあ、できるだけこう準備をできたら、あのライブを楽しめるようになるんじゃないかなと思うので、なんか、川口千里ちゃんのね、このインタビューをしたことがあって、で、えっ、ー、と、まあ、それこそ、あのね、こうアルファノートさんで DVD が実は出されてるんですけども、あの僕が川口千里ちゃんのインタビュアーとして、いろいろ引き出したりとかするようなことがあ,のあったんですけども、 その時にどんなに練習してなくてもどんな大きい舞台で,でどんな練習してなくてどんなに仕上がってなくても,もう本番は絶対に楽しむっていうことを決めてるっていうことをおっしゃっててなのでまああの結構プロの人でも、まあ、プロになればなるほどというかねこう忙しくなればなるほどこう練習に時間を割いてられなくなったりとかもするので、まあ、割とこうね こうできるだけ最小限のこう練習というか準備でまあ本番に挑んだりすることがあったりとかするようなことが多いんじゃないかなと思うんですけどまあとにかく本番は楽しむように心がけてるっていう方はまあ結構多かったりするのでそうなのでまあ,あのまあ不安や不安やと思ってねこう出るよりもまあどうせやったらこうねあ楽しいもんやと思ってえ出てもらった方がいいんじゃないかなと思うので,でまあちょっとしたね失敗みたいなのはまあ,あると思うのではい、で。 これねあの,この前そういえば小牧くんがねあのドラマーの小牧くんが、まあ、すごいいいことを言っていたんですけどもその原点方式で考えるんじゃなくてその加点方式で考えるといいよっていうことをねこの前小牧くんがすごいこのここに来てくれた時にねあの言っていたのでそれをぜひともあの見ていただきたいなと思うんですけどもその100点満点からスタートしてスティック落としたとか曲間違えたとかそれでマイナス10点とか20点とかこう考えるんじゃなくて。 あの0点からスタートしてで8ビートこういつも叩けたから OK とかカウントあの入れて曲無事始まれたからえ10点加点とかっていう加点方式で考えたらこの自信をなくすよりかは終わった後にあ今日はまあ60点でまでいけたなとか80点までいけたなとかっていうような考え方ができるみたいなことをおっしゃっててそ,うあそれすごい大事だなと思って僕もそれを取り入れたりするんですけどもねはいあんまりこう僕も結構失敗すると凹んでしまったりとかもするのでえ自分をこうあんまり追い詰めないような考え方ができるといいなと思 どね。はいなことではいドラマーさん、えー、私はダブルストロークの練習で、えー、右手中指が検証になってしまったんですが、えー、中指でリバウンドを拾うというのはあまり良くないでしょうか、えー、医者には指が長くて負荷がかかりやすいと言われましたスティックは親指が上にくるような持ち方をしていますが、えーなえー、手の甲が上にくるような持ち方は手,手首が痛くなったのでや,やめてしまいましたあなるほどえっ、ー、ともしかしたらえっ、ー、とね 何でしょうあの割とこう中指のこう根元とかで持ってこういってるとかはあるかもしれないですね腱鞘炎ってどういう仕組みでなるかというと腱鞘炎ってその 剣の鞘ってて書かれてるようにその刀が鞘に収まるようにそのまあ筋肉を動かすための,その剣っていろう,こう組織があるんですけどそれを鞘自転車のブレーキの,この筒みたいなやつでこう包まれてるんですね。これがその擦れ合うことによって炎症が起きてその腱鞘炎っていうねその鞘のが炎症を起こして腱鞘炎というものになるんですけどもしかしたらその中指が腱鞘炎になるということはまあ無理に結構この の中指の根元からこう無理やり動かそうと思うと、まあ、結構炎症になりやすいというかこの腱のさやがこう炎症を起こしやすいみたいな擦れ合いやすいというところになると思うのでなのでこのスティックの持ち方をえっ、ー、とねちょっとねあの人差し指のこの人差し指というか指の第一関節のここのところにこのスティックを当ててもらってでこのちょうど中指のえとお腹ぐらいかなぐらいでこの。 えー、スティックを持持つようななんかこんな持ち方でそのままスッとこの包み込むような感じでいくとなんか割とこう例えば手をこうダラーンってなってこうやって持ち上げて勝手に手が握ってるところにスティック差し込んだぐらいのなんか緩やかさというかまずはこれでちょっと持っていただきたいなと思うんですね。そうで、まあ、手の甲が上に来ても親指が上に来てもなんですけど、まあ、なんせこのリバウンドを。 こううまくこう活用してもらえるようにするのがいいんじゃないかなと思います。この指をあえて動かしてこうダブルストロークをするんじゃなくて、このまずはこうリバウンドさせるみたいな。なので、えっと一応ねちょっと練習としてはこのこれちょっと下にやりますね。そうこの台面の上にえっと例えば中指と親指とかで持ったままこの最後こ,こうエネルギーが消えてなくなるまでこう弾ませれるかどうかをま右手も左手も試してもらいたいなと思って。 弾んでるやつを、まあ、指で拾って、まあ、ダブルにするっていうこういうなんかこのリバウンドを拾ってるなっていうようなでこの時も指でうってやってるんじゃなくてこの弾んだ2個目を止めてるっていう何かそういうこう。 リバウンドの感覚をこう掴んでもらそのなんやろ中指が検証になるっていうことはあえて多分こう指をガカガカって動かしてる動作でダブルストロークをしてるんじゃないかなと思うんですけどというよりかはこのスティックがこう弾んだやつを、まあ、中指とかでスティックがこう弾まないように止めたりとかなんかそういうような感覚があるといいんじゃないかなと思うのでまずはちょっと一回スティック持ったままでポトンと落として。 は弾ませるだけ弾ませるみたいな,なんかそんなところをちょっと意識してみてもらうといいかもしれないですねはいあのー、なんか手の甲が上の方がいいか親指が上の方がいいかはあのリバウンドさせやすい方でいいと思うのでそれはなんかあのやりやすい方でいいと思いますとにかくなんかこうスティックをこう持ったままでこうポトーンと落としてまあスティックを弾ませるみたいな,なんかそういうところを意識してもらうといいかもしれないですね、はい、ーはいはいはいもうあと10分ぐらいしかないかもしれんありがとうございます はいドリアンさんスネアウェイトですねありがとうございますはいあでもハンカチをクリップで止めてみるともあのめっちゃいい感じだと思います僕他のやつもあのこういうねあのだかこういうなんだろう革をこうクリップで止めたりとかしてやってるのではいそれでも全然いいと思いますはい。う エニゅスさん、えー、森谷先生もまだ知って浅いので、金曜日のライブ配信以外の日は、過去の YouTube を見てます。ありがとうございます。花火を演奏されているのが出てきて、演奏してたっけ演奏してたんかありがとうございます。<laughs> いつも早い曲を演奏されていると、追いつけなくてかっこいいと見ているだけですが、えー、少しゆっくりな曲だと、先生の手や体の動きが見やすくて、すごく勉強になります。おお、ありがとうございます。あ、時々はこういうテンポお遅めな曲もやってくださると嬉しいです。じゃあ、ちょっと後でなんかそういうテンポ遅めな曲を、ね、エンディングのさよならの曲として、ちょっとやらせてもらおうかな。 はい、ちょっとサクサクと質問に答えてはいえー、マリンーマールさん、えー、ツインペダルばっかりやってたらダンスビードのどっちたちが何たなんか下手になった気がします <laughs> ツインペダルのね時とこのねハイハットの時の左足の動きでまあ微妙に違ったりとかするんじゃないかなと思うので、えー、な,かなかなかやりにくいんじゃないかなと思うんですけどツインペダルをやってる時とそのハイハットを動かす時の あのこの重心の位置みたいなものをちょっとあの意識しておいてもらうといいんじゃないかなと思うんですけどえとちょっとねえとツインペダルの時はまあ割とこう両足を使うのでこう体の重心がまあ割とど真ん中にある方がまあ個人的にはこう動かしやすいのかなと思うんですけどなんですけどこうダンスビートをやる時はこのバスドラしっかり踏んで左足をこうオープンしていのでこうやや右の方にこの。 あの体重というか右のお尻の方に体重があるとこうどっちたちどっちたちがこうやりやすいんじゃないかなと思うのでなのであのちょっと右の方のお尻に体重をかけながらダンスビートやってみてもらうとあこれこれみたいなのが出てきたりするんじゃないかなと思うのでちょっとね試してみてもらうといいかもしれないですねはい,えー速いテンポドラマーさん速いテンポ200ぐらいのタタタタタタタ の、えー、左手がどうしてもリバウンドだリ、えーの不安定な打ち方になってしまうんですが、えー、森谷先生は右左左右左,左など、えー、左手のダブルストロークが継続でできるフレーズをどのように叩いてますか <noise> えっとねある程度ねこれはくなったらちょっとアップダウン気味に叩くかもしれないですね <noise> こうタタン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 ,タタンみたいにこのダウンアップダウンアップみたいな動きをこの間に。 なんかね、この手の中だけで処理するんじゃなくてなんかこの辺の動きを使ってこう叩いたりとかはするからな,んでなんであので、まあ、これって裏にいるので「うっぱっぱ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 」みたいなことになるんですけどっぱっぱなんですけど左手だけで考えたら「たたん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 」になるので。 なので、まあこのでこ左手が裏にいるともしかしたらちょっと練習が大変っていうかねこう入れにくいかもしれないんでなので左、えー、左,左、右でやってみてもらってもいいかもしれないですね。こ,うこの左が表で右手がこう裏みたいなみたいなので、えー、やってみてもらってもいいかも。これ、ね、あの左手のダブルもそうなんですけど右手もダウンアップできているとスピードが上げやすいですね。でここうやりなががらこの左手が なんかこのアップダウンの間に左で挟んだるみたいなところがいけるとなんかいい感じになったりしますね。はい、T さん、こちらこそありがとうございます。はい、ゆ、え、き、ー、さん、ゆささん、えー、こんばんは。えー、現在苦手な2ビートだけを、えー、いさすら2、3時間練習しているんですが、1時間ほどやった辺たりから、えー、なぜか最初は叩けていた BPM では叩くな叩けなくなってき、えー、てしまいます、えー。しばらく休憩して。 見てもその日はもう無理ですこれってよくあることなんでしょうか何かいい対策はありますか 単純にやっっっぱちょっと疲労が溜まってるのかかもしれなないですねなんかあの体が疲れてるっていうのもあるんですけど結構ドラマドラムってそのドラムの演奏って脳みそがすごい疲れるんですよこの、まあ、大きな音も聞くしで右手、まあ、両手両足すごい動いてるのでなのであのすごい頭が疲れるっていうところがあるのでなのでまあドラムって結構その頭の処理っていうのもまあ大事やったりするのでなのでまあすごいやり続けて頭がすごい疲れてる状態っていうのがあるのでもう一回もうその日は寝てもらって <laughs> オーラ入って寝てで次て 次の日やるみたいなぐらいの感じでいいと思います。で、次の日やったにそに、その寝てる間に頭が整理されて、まあ、動くようになるみたいなことはあるし、まあ、しばらくちょっと1週間ぐらい休んでる間に頭整理されるみたいなことがあるので、えー、結構その頭に疲労が溜まってるみたいなところはあるかもしれないので、もうあかんなと思ったらもう容赦なく休んで、えー、ゆっくり寝てください、ぜひ。<laughs> はい、よくあるので、あの気にせず。 え続けてもらうとといいと思い思ます逆にあの無理してあーってやり続けて腰痛くなるとか足痛くなるとか懸症になるとかっていうことにつながったりするので、えー、疲れた時にはもうあの一休みしていただいてで計画的にあの練習メニューを組んでいただけたら、えー、いいんじゃないかなと思いますね。 はい、えー、今更で申し訳ないんですが東京の練習会でみたいです <laughs> はいあのぜひともまた企画させていただきますねまた来年にねあの行けれたらいいと思いますしまたあの東京以外の地域にもね、えー、来年こそは本当に行かせていただきたいと思いますはいはいありがとうございますはいありがとうございますうん三田さんありがとうございますこちらこそはい、えー、お天気ストージャーさんお疲れ様です、えー、うーん対面レッスンの 最後にもお話をかかって質問が重複してしまって申し訳ありません。バスドラダブルについて、えー、練習法などご,し、えー、ご教授していただけると幸いです。どっちで言ってましたっけこれって、えー、とスライドで言ってたんやったっけななんかね、確かつま先から行くタイプの踏み方でやってたっすよね、多分ね。はい。えー、そうですね、まずあのー、何でしょう。あのーまあのま ね、バスララダブル、まあ、いろんな踏み方あるんですけど、まあ、これも結構このビーターのはずみっていうのをま,あまずはこう掴んでもらうのが非常に重要なのでなのでこの貧乏ゆすりのようなこの動作でこうペダルのこのビヨンビヨンとまあこのうまくシンクロさせてで画面に当てていくみたいな。 でこの時にこの深くこの足を入れるとこの貧乏ゆすりしてもあまりこいつの振り幅をつけれないのですごいペダルの端っこぐらいを踏んだ方うがまあこの貧乏ゆすりでこの振り幅をつけれてえリバウンドできるようになると思います。でこのリバウンドしたやつをまあこの2つで止めるっていう感覚があるといいのでこの貧乏ゆすりである程度弾ませたやつを止める弾ませたやつを止める。 めめめめめ止止止止る弾む止めるるるむむむみたいな <laughs> ところで、まあ、やってみてもらうといいんじゃないかなと思うのでまずはこう貧乏ゆすりでねちょっとこの弾む感覚みたいなものを見えてくるといいんじゃないかなと思うんですけどもね、うん、はいアドラマさんありがとうございますはいぜひとも楽しみにしておいてくださいえー、はいはいユサさ,さんありがとうございます頑張ってください 最後に何か叩いてっていうことで、先ほどちょっとね、おっしゃっていただいた、ちょっとあの静かな曲を叩いてみようかな、じゃあ。はい、ちょっとゆったりした。はい。アリジャムさん、ありがとうございます。前回教えていただいたルパン作戦のえーテーマ、あの、あれですよね。16ビートをやるとおっしゃってたかな、確か。はい。新しいリズムとえの出会いは楽しいです。ありがとうございます。ということで、じゃあ、静かな曲をなんか叩いてみようかな。何しようかな。ちょっと待ってくださいね。うんと、そうですね。なんか、割と早い曲ばっかりね。 なぜかとというと早い曲の方が得意やからっていうところもあるんですけどもね<笑><笑>えっとそうやなえっとちょっと待ってくださいねじゃあそれこそ花火を叩いてみようかなマリーゴールドマリーゴールドか花火かどっちがいいですかあとえっとトゥモロー・ネバー・ノーズただこれはね構成がわからんなーええー。 花火をちょっとじゃあ,あでも花火この前見たからマリーゴールドとかちょっとやってみますかはいねマリーゴールドとかやってみますちょっとね皆さんマリーゴールドはでもやられる機会が多いんじゃないかなと思うので、えー、森谷がマリーゴールドを叩くとこうなるみたいな,なんかそんな偉そうなことは言えなくてちょっとマリーゴールドとかやってみますねさよならのマリーゴールド 吉岡さん吉岡さんありがとうございまーすこれを出したいありがとうございますすいませんちょっと皆様のスパチャのおかげで、えー、この配信は成り立っておりますありがとうございますスパチャいただいてありがとうございますはいそんなことで,ですね、えー、森谷ドラムスクール YouTube 校全校集会はですねはいあファクトお願いしますファクトってあのファクトオブライフ腕でんうででんね <laughs> ちょっとねあのー、そうなんですよ。僕のね本の中のねあの曲じゃないとちょっとね曲あのあれなんですよ著作権的なねことで、えー、使えなかったりするんですよ。はいなのでちょっとあんまりこういろんな曲にね応えれるわけじゃなかったりするんですけどね。はいどうかの高橋さんまたあの来週ぜひとも質問をいただけますな,らなと思います。すいません今日は終わりにさせていただきます。島町一郎さんもありがとうございます。すいませんなんかお久しぶりな感じしますね島町一郎さん。はいありがとうございます。はい。 えー、はい、エいにゅさん、こちらこそです。ありがとうございます。はい、あみんな喜んでいただいて、ありがとうございます。ということで、えっ、ー、と、森谷ドラムスクール、えー、YouTube こう全校集会はですね、へあマリゴ来たー言うて、愛梨さん言ってくれてるけど、こっちの方にはね、皆さんの方にコメントがもしかしたら来てなかったのかな。 はい。そんなことで,ですね、えー、森谷ドラマスクール YouTube コ全校集会は、えー、毎週金曜日の9時半からお届けしておりましてですね、一応、今月、えー、11月の23日ですね、まあ、大阪でこういうようなイベントがあるので、まあ、もしよかったら、概要欄にね、えー、見ていただけましたらと思います。えー、そして、12月の、えっ、ー、と、12月の、うーん、どれや、どれや、どれや、これ、これじゃないか、どれかわからへんだ、もう。あ、これか、12月の3日。 12月の3日は、えー、と神戸のね、心、え、斎、ー、橋じゃないわ、えー、と島村が行の佐野宮大庭店さんで、えー、やらせていただこうと思ってますので、えー、こ,ちらはこちらも、ね、あのテキスト付きで,で、初心者の方向けのね、えー、ことであの、それこそあの練習会をあのやるので、えー、もしよかったらね、皆様、こちらも、えー、楽しみにしておいてください。でえー、と響さんの,、ね、その前日には えっと、響さんとのモニタのドラムスクールスペシャルセミナーが、えー、あったりとかですね、えー、その次の週は12月9日、こちらはパールさんのイマージ、電子ドラムの、えー、デモンストレーションとして出させていただいたりとか、なんかいろいろやるので、えーね、年末まで注目して,おいてくださいということで、小牧く君のアーカイブもね、よかったらあのツイキャスを <laughs> やってたやつを <laughs> ぜひとも皆さん見ていただきたい, <laughs>、はい。楽しくお酒飲んでしゃべってたので。ということで、ありがとうございました。また来週お会いしましょう。さよなら、バイバイ。さよなら。